はい、こんばんは。今日は2018年度の、学研高2ハイレベルテストの数学をやります。生徒から聞かれた問題です。ですかね。A、B を実数とすると。X の3次方程式、X3 乗引く AX2 乗足す、括弧 A2 乗引く B、X 足す A、括弧 A 足す1、イコール0と。が、X イコールマイナス1を解として、だから、じゃあ、F、あの、X にマイナス1入れれば0ってことですね。はい。じゃあ1、B の値を求めよう。また、方程式1の左辺を因数分解せよと。まあ、ただし、1式と2式の積の形で良いものとすると。2番、方程式1は異なる3つの実数解を持つための A の値の範囲を求めようと。3、A の値が、方程式1が実数解のみを持つ範囲で変化するときと。ちょっと日本語難しいんだよね。A の値が、方程式1が、まあ、だから A の値が、無視すればいい。方程式1が実数解のみを持つ範囲で変化するとき、方程式1の3つの実数解をアルファ、ベータ、ガンマと置くと。このとき、ガンマの最大値を求めようと。まずこれ A が実数だから、まあ、一回これ後で言います。はい、じゃあ行きましょう。1番から。FX、じゃあこうですね。じゃあ F-1 が0になればいいんですよね。X イコールマイナス1。を解に持ってるんだから、じゃあ計算すると、B が1になります。計算するとね。A がうまいこと消えます。で、この時、じゃあ B が1だから FX はこう変わりますね。で、X プラス1で割れるんですね。X イコールマイナス1が解だから、X プラス1で実際割ってみてください。ただ、うまいこと、割り切れて、FX イコール X プラス1中括弧、x2 乗プラス括弧マイナス a マイナス 1x 足す a2 乗足す a とですね。はい。で、今度2番。fx イコール0の解はもうマイナス1分かってますね。あとはこれイコール0ですね。の解であると。ここで、じゃあこれを gx としましょう。これを gx。じゃあ gx イコール、これね。だから左辺が gx ですよ。で、gx イコール0がマイナス1以外、の異なる2つの実数解を持てばいいんですね。異なる2つの実数解さえ持っていれば解が3つって言うんだから。ただしマイナス1はダメだよと。じゃあ GX イコール0の判別式を D とすると、 D が正かつ G マイナス1が、0以外、0じゃないとなればいいと。あとは D が計算するとこうですね。で、 G マイナス1が、計算すると、0じゃないと。ということで、よってこれは解答か、これは解答か。求める A の範囲はマイナス1小なり A 小なり3分の1 となります。で、続いてね、3番がなんか難しかったね。3番がね、3番が難しいですよ。あ、難しいというか厄介ですよ。 GX さっきの右側のやつですね、イコール0と。で、これをわざと A について整理すると。 A についてね、A が実数だから、この判別式、まあ、さっき D 使ったから D1 の方がいいかな。D1 とすると D1 イコールこうなると。あ、となればいいと。判別式だ、あの、実数だからね。で、整理すると、X がこの範囲になると。だから A が実数なんだから、実数ってことで、判別式使うとこうなるよと。じゃあ、X がマイナス3分の1から1以上1以下と。ということは、X イコール1がこれ結局解答なんですね。あの、fx はもう一個、マイナス1を持ってましたね。だから、マイナス1と、あとは、gx はこの範囲ということですね。gx はこの範囲だよと。ですね。gx はこの範囲。で、一番大きいのは、ガンマの最大値だから1。だから、答え1なんですよ。で、まあ、ここから、この後書かなくていいと思うんだけど、だから回答は1なんですよ。いいですか。fx で、マイナス1と、もう一個だったですね。そのもう一個のやつの、実数解、あの、A が実数解だからってことで判別式で調べるとこうなったと。だから、ガンマの最大値は1と。で、ちなみに、X が1だったら、これね、この中入れてみると、A が0になります。計算したらね。で、A が0の時の GX イコール0の解は、ちょうど X が1と0になると。だから2つ出るんですよ、2つ。まあ、いいですか。たまたま X が1の時だったけど、X が別に2分の1でもいいんですよ。この範囲だから。だからこれは書かなくていい。よって FX の解はマイナス1、0、1より1と。これ確かめなんですけども。だからまあこれは書かなくていいか。ここまで書いて、よって X が1と。っていう回答を作ってください。
いいですかね。あ、で、ここまで作って FX の解はマイナス1およびマイナス3分の1以上1以下なので、ガンマの最大値は1と。っていう答案をね、作ってください。後半はこれは確かめです。いいですかね。はい。じゃあ、以上となります。